ビートツが多いと思うんですよ。なので、ここから、オッケー、ライセンつける?で、そこです、ナイス!いいね。危険なんですが、これで、撃つ!オッケー!いや、これ中から来るな。ってなったら、こっちからスライディングして、殺す。で、B なんか取られて臭いんだけど、ほっ!ナイスつける!それワンショットワンキル、マジ?はい、どうも、ジャンヌダルクです。というわけで、今回も、コールオブデューティーモバイル、早速ね、実況プレイやっていくんですけども、今回また新たに検証で発覚したことがありまして、少し前に挙げた、こちら、新武器の KRM。あちらが、なんかまあ、実況者さんみんながね、最強最強って言ってたので、まあ、検証してみた結果、実際見てみたら、こちら、BY15 だとか、あと、レバーアクションの HS0405 ですね。まあ、こちらの方が、特撮的なね、射程距離が圧倒的にあるってことで、まあ、新武器あるあるの最強かなって動画上げたと思うんですよ。で、その際ね、検証した時に気がついたことがありまして、シーズン3からショットガンの仕様が大きく変わったじゃないですか。まあ、僕も動画で上げましたし、いろんな方がね、動画上げてるので、聞いたことある方も多いと思いますが、ADS した時の威力が上がるって強化が入ったんですよね。一応まあ、わからない方向けに話すと、まあ、どの FPS でもそうですが、まあ、ショットガンってこう、ペレットってあるじゃないですか。いわゆる散らばる弾。あれが基本 COD だと8個出るのかな。で、そのうち10メートル以内だったら5個ペレット当てれば1発キル取れるとか、15メートルになると7発当てないと1発キル取れないとかっていうのがあるんですよね。で、それが他の FPS だと、これを構えた時にギュッて凝縮するから、一発の射程が伸びるよねっていうのがあるんですけど、モバイルだけなぜか構えた時のメリットがないってことで、まあシーズン3からね、強化でこれ構えた時のペレットがこう凝縮するっていう。だからまあ狙ったところにいっぱい散らばるから、まあ実質ね、威力の強化入ったよねっていうのがね、動画としてあったと思うんですけど、それがね、どうやらほぼほぼないっていうか、むしろ腰打ちの方が強いっていう検証結果が出て、ちょっとわけわからんことになってるんですよね。はい、ということで、ノーアタッチメントのちょっと検証でやっていくんですけど、まず最初に腰打ちと構えた時のそのペレットの散らばり方、見てほしいんですけど、これが構えた時、で、腰打ち、これ。もう一回いくよ。打った、腰打ち、ほら、腰打ちと大差ないじゃないですか。むしろ腰打ちの方が若干ね、散らばってるというか、凝縮してる時もあるんで、若干運ゲーに近いところがあるんですよ。ほら見て。これよ、構えた時と腰打ちの時よ、ほぼ変わりないんですよ。本当にまあ誤差の範囲だと思うんですが、まあこういう形でね、ほぼほぼ大差ないんですよね。これどういうことやと、ね。じゃあ実際対人だったらどんな検証結果が出るのかなって思って、ちょっと今打っていくんですけど、はい。まず腰打ち。こんな感じですね。だいたい最後の2メモリちょい削れてますね。だからまあペレットで言ったらまあ6個7個ぐらい当たってるみたいな計算なんですかね。じゃあ構えた時、いきます。はい。見ましたか皆さん。構えた時の方が、実は若干ずれたりだとか、ペレットの散らばりがガバいんですよ。ほら見て。はい、こんな感じ。腰打ちだとこんな感じ。で、全く同じところで構えて、打つと、はい。まあ、先ほどよりかは縮んでますけども、にしても、うん。ほら。これほら、やっと腰打ちぐらいになったでしょ?やっと腰打ちぐらいになったんですが、にしてもじゃない。確率的に言ったら腰打ちは絶対ね、ここの、最後の2メモリ半まで行くのに、構えた時は、あ、ほら、行った。これ多分ガバガバなんですよ。わかるかなみんな。構えて、撃つと、ほら見て、ガバガバなんですよね。そう、だから多分狙ったところにまっすぐ飛んでない説あるんですよ。多分これもけど、頭らへん狙って撃ったりとかしたら、にしてもけどほら、ね、腰打ちよりかは、やっぱペレットの散らばりが雑ですよね。だから、正直、構える必要性がほぼないんですよ。正直構えるぐらいだったらもう腰打ちで、適当に撃って、やった方が、まあ、汎用性的にいいよね。とっさの打ち合いとかも絶対こっちの方が強いんで。まあ、そういったところを、まあ、しっかりとこう構えて当てたい方はね、構えればいいと思うんですが、基本的には腰打ちだろうが、何至近距離そこまで大差ないので、今後ともね、ショットガン使うときは、別に無理に構える必要性がないとだけ言っておきましょう。はい、ということで、まだまだちょっと COD モバイルさんね、荒削りなところありますが、まあ、それでも多分また弱体化じゃないわ、強化入ると思うんで、まあ、その際また告知の方させていただこうかなと思います。これからもね、Call of Duty モバイルの動画上げていきますので、もしよろしければ、通知が届くようにチャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。それでは早速、公開マッチやっていきましょう。はい、ということで、クロスファイアのドミネーションやっていきたいと思います。使っていくカスタマイズはこちら。BY15 のレーザーサイト、ロングバレル、ファストマグ。そしてあとライトウィートですね。まあ、今まではより早く構えるために機敏とかね、つけてる方多かったと思いますが、もう今回から腰打ちの方がね、強いっていうのが、証明できましたので、もうライトウィートとかね、スカルカーの移動速度計にして振ってやっていこうかなと思います。さあ、とりあえず敵さんの動きを見て、B の絡み方変えていくんですけど、これ A 取るのが遅いんで、多分、B 突が多いと思うんですよ。なので、ここから、オッケー、ライセンつける?で、そこです、ナイス!いいね。こういう形で前線裏取りしての抑える。で、これで落ち着いたら B 入るって形でやっていきましょう。来い。
いつでも待ってる。てか多分こっちから来るな。みかん、それ大丈夫？絶対そっから来るよ。俺知ってるもん、これ。ほら、だよね。危ねえ、なんか殴ったんだけど。危なー、多分敵もブチ切れてんだろうな。ごめんよ。アルファいるかな。いや、奥いたな、これ。ハブラさんが多分ね、アルファ周りいたんで、危険なんですが、これで、撃つ！オッケー！で、まだ奥いんね。後ろもいるんだけど、どうしよう。味方ないですか、ば？いるね。来い。いや、これ中から来るな。ってなったら、こっちからスライディングして、殺す。で、B なんか取られて臭いんだけど。ほっ！ナイス1キル！それワンショットワンキル、マジ？やばくね、さっきの。やっぱ腰打ち変わんねえよな。構える時と腰打ち。やばいよな。待って、これどうしよう。俺とりあえず B の守護神したいんだけど。C やばいんだよな。けど、アルファも取られてるから、なんとか打開したいよね。で、こっちの方から回り回って、さあ今。待って、これはハンドガンで行く。その遠距離殺せる？ナイス。で、ここで待ってる間暇なので、プレデターミサイルで殺す。C の底！ダブルキル！なんかちょっと回線ラグいな、なんか。大丈夫これ。ロビー的にというか多分外国人ロビーかな。ね、ちょっと今早朝撮影しちゃってるんであれなんですけど、1枚。いやー、さすがにその奥は無理。ただまあこれでスコスと UAV 全部回ったので、次のラウンド使っていきましょうか。いるな。遠距離はハンドガンでカット。で、まだ奥いるんでスライディングしていきながら、味方ナイスカット。いやー、そこ無理。やめて。勘弁してお願いします。何でもしますから。何でもしますから、許してください。ナイス、オッケー。いい逃げ。いやー、普通に強いよね。やっぱ腰打ちでも。まあ、多少構えて、構えてキルしたところほとんどなくね。ね。やっぱ全然ワンショットワンキル持っていけるから、腰打ちでも。まあ、やっぱライトウェイトだよね。本当に至近距離ガンガン詰めてやってる感じなんで、そこが、マジで強い。で、とりあえず、さっき僕がこっちのルート来たんで、まあ、敵も真似てくるんじゃないかなと思ったけど、そうでもないな、これ。よいしょ、また殴ったよ。やばくね？回線やっぱ悪いな。さあ、B 周りいるみたいなんで、ナイス1キル。味方激怒にしてくれてありがとう、マジで。君のその、激怒がなかったら絶対俺負けてたからね、さっきの。やばそう。オッケー、ナイスカット。さあ、では UAV 出していきの、ハンターキラーも真上に向かって投げの、よいしょ、プレデターミサイルで一掃します。だから B 周りいるな、これ。こいつ早めに落として、で、多分後ろ来るから、そこです。暗所。オッケー、ナイス1キル。いいね。で、もう一回プレデター溜まったんで使っていきまーす。さあ、何回でもぶちかますで。よいしょー！オッケー。さあ、多分 B 周り来るんで、敵さんが。ここで待っていきましょう。味方ナイス裏取り。来るかな？いた。ごめん、味方外れた！ナイス！いや、いい切り返し。いいね。レートが早いからめちゃめちゃ強い。レートが早いというか、ある程度ね、コッキングアクションが入れるので、時間があるので、全然マシだな。さあ、スペシャリストこの裏取りで使っていきましょう。多分いるんで、そこで使う。腰打ちナイス。で、奥のここにはいないんで、しっかりと抜く、抜く。右からは来ないかな。あ、B 取られてる？待って、ディス変えちゃったかな、これ。よいしょ。とりあえず C 取りましょうか。まあ、これで敵さん逆転することはないんですけども、3点取りされない限りは大丈夫なんで、これでちょっと落ち着いて。うぅ、アンターキラーじゃないわ、プレデターミサイル。マジか。さあ、ちょっと押されちゃってますが、スコストで打開していきます。ここちょっといられるとめんどくさいんでね、プレデターでカット。さあ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 、いや、奥めっちゃおる。どうしよう。こっちから回り回って、さあ今。よいしょ、ナイスつける。奥詰める。そこです。反射。オッケー。ナイス1キル。いいジャンプ打ち。やっぱジャンプすると敵もね、エイムずらせるんで、その間に2発ぶち込むと。それが射程距離の補い方。よいしょ。射程距離の補い方パーフェクト。UAV オンライン。で、B をこれで取れるんじゃないかなと思ったけど、これもう終わるから、突っていきましょうか。ナイス味方カット。できればそれ俺がやりたかった。ナイス。オッケー。その遠距離。ちょっと当てたよ。ちょっと当てた。ナイス1キル。結構やっぱ射程距離あるね。はい。ということで、無事勝利って言いたかったんだけど、これ全然旗取ってなくね。3点されてる、3点されてる。取り返せ、取り返せ、取り返せ。やばい、ワンチャン負ける、ワンチャン負ける。うおー！いける？ナイス勝利。あぶねー。いや、なんかめっちゃ白熱したね。敵まさかの3点取りしてくるっていう。さあ、ということで、ワンチャン負けそうだったんで、草生えそうだったんですが、とりあえずまあ味方が B とかね、取ってくれたんでよかったんじゃないかなと。いやけど普通にやっぱ強いね。まあ腰打ちだろうがね、ADS した時だろうが、明らかやっぱ射程距離的なものっていうのは、シーズン1とか2よりもね、伸びてるんで、まあ多分何かしら強化入ってそうなんですけどね、今回こちら、ショットガン。修正入ってないとは言っておきながらも、サイレント強化からのサイレント無修正かと思いきや、またサイレント強化っていうね、もうわけわからんことになってるよね。はい、ということで、味方一人途中抜けしちゃってたんですが、無事勝利の31キル2ですと。はい。命中率 60%。はい、ということで、最後にスクラップヤードのフリーフォールやっていきたいと思います。さあ、途中参加ですね。で、一応今回こちらの、BY15 レッドアクション持ってきましたので、なんだっけな、確かスライディングした時の爆発物なんやらかんやらがなんやらかんやらだったはず。ただ、ぶっちゃけそこまで多分気にしない能力だと思うんで、OK？
そう、ぶっちゃけね、そこまで気にするような能力ではないと思うんで、全然あれですね。普通の BY15 の方が強いかもしんないですね。普通の BY15 が移動速度アップとかなんで、キルした時に。まだそっちの方がプラスだよね。だってスライディングした時の爆発云々ですよ。で、それも本当にいつ発動してるかっていうのは全くわからないんで、なんか、マジで使うメリットないっすよね。いや、また奥いんな。あ、上？いや、これちょっと待って、これマスター多分こっち来るから、そこで殺す。で、上殺されてる。待って、SR 勘弁して。いやー、ジャンプしたんだけどなー。そう、ジャンプしたタイミングで俺を撃ってくれたら、間違いなく反射起きてたんですけど、残念ながら、そんなに甘い世界ではなかったと。オッケー？奥いるんだよなー。その奥どうやって殺そう？とりあえずハンターキラー投げ、ごめん。あー、危ねー。さあ、敵の MSMC いただきましたよーと。ある程度やっぱね、フリーフォールは物拾っとかないと、射程距離カバーができないので。オッケー？しっかりとそこら辺もカバーしていきたいところではある。スナイパーライフォー。スナイパー。スナイパーライフォー。スナイパーライフォー。おいしい。まだ湧いてくるかな。いた。本当のスナイパーライフォー。オッケー。オッケー。はははは。強すぎ。なんかもう、これショットガンの実況かってぐらい無双しちゃってますね。みんな、1枚？で、多分後ろいるんだけど、うっそ、そこで角待ち？てか湧いたばっかか。うわ、奇抜なデザインの武器使ってんな、あいつ。さあ、ハンターキラー投げーので、プレデターミサイルで、そこいっそ、殺す。オッケー。さあ、あと2キル。途中参加ながらもちゃんとジョイに食い込めてるんで、よかったんじゃないかなと思ってるんですが、ハンドガンでキルします。オッケー。はい、ということで、無事20キル勝利。まあ、そうですね。まあ、後半のフリーフォールはもう、遊び程度で見てほしいんですけど、やっぱショットガン明らか強くなってるよね。だから多分 KRM も新武器ね、みんな最強最強って言っちゃったんじゃないかなって僕の中で思ってるんですけど、果たしてどうでしょうか。まあ、よかったらね、皆さんのショットガンの今の感想、実際使いやすいよとか使いにくいよとかあればね、コメントしていただけたらなと思います。これからもね、コールオブデューティーモバイルの動画上げていきますので、もしよろしければ通知が届くようにチャンネル登録、高評価お願いします。それではご視聴ありがとうございました。